たまたまよ。逃がさない。ボーン。よっ、頑張るよ。瞬く間に。燃えや。よっ、ボーン。ふわっ、我が剣よ、影に従え。トン。よっ、そこだ。ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって。奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は、お？記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん。人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん。この世界に来た時、隕石の中から兄に呼び覚まされたのか。どうやらお兄さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の兄はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすと言い、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーンルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前のお兄さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物
物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど、それってお兄さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーンルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞ。ふん、このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない、鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運鬼は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。これ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない。何はともあれ、今の奴らは脅威だ。すべて片付けた方がいいだろう。闇の花が共に舞いよ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。リセイン。消えるんだ。下がれ。
陣営のごとく。ふわっ、行こうよ。ふん、は、逃がさない。くらえ、行くよ。は、よ、行け。よっ、ふっ、はっ、ほっ、はっ、ふっ、はっ、急がないと。陣営のごとく、ほっ、はっ、ほっ、はっ、燃えよ、ボン、燃えよ、ほれ、瞬く間に、アビスの魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配、アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でもこの文字全然読めないぞ。の文字なのか。敵の信仰を巻きとし、崇高なる王子様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か。運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を折る機械ってことか？確かに、あの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、狂気に満ちた計画であることは確かだ。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったこともな。結果を見れば、貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか。いや、このメッセージによれば、今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず、幸運機を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか。まさかアビス教団のやつら、究極殺人兵器、機械魔人イカを作ろうとしてるのか。今となってはカーンルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だがアビス教団がカーンルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとに、オセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運機の目は、心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運機の目？あ、おいらわかったぞ。アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな。そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱり、あの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによれば、
その目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画、スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも、最古の幸運機がどこにあるのか、誰もわからないんだよな。だったら、まずは心臓から調査してみるのはどうだ？ああ、原油野郎はいつも場所を転々としてるから、セピロス教会に聞いた方が早いだろうな。何かわかるかもしれない。大聖堂か。ダイン、どうかしたのか？気にするな、先を急ごう。